肩書きは、獣美術作家。人を獣にしているのか、獣を人にしているのか。人間の顔っていうものは興味がないというか気に入ってはいないっていうのは正直なところちょっとありますね。彼が生み出すのは作品ではなく獣。ブレイクジュニア、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。獣美術作家堀本達也。学生時代から動物をモチーフにした作品が注目され、日本各地で個展を開催。そんな彼のフェチズムともいえるこだわり、それは獣ではなく獣であること。まだはっきりとした定義はないんですけども、サブカルチャーの中の一つの擬人化擬獣化表現としてカタカナの獣を意識してます。割と世間的にもそういう擬人化擬獣化表現っていうのが映画でも漫画でもあらゆるコンテンツでかなり増えてきてまして、もう全員の中に無意識のうちにカタカナの獣っていうものは存在していると思います。アニメや絵本、あらゆるコンテンツの中に存在するキャラクター。しかし彼はリアルさでサブカルチャーの獣をアートに昇華する。ポップな表現も、まあ、確かにあるんですけども、実はポップにしてしまいますとこれは作り物だっていうような見方をされてしまう。そこからもうちょっと違う見方をしてほしいなっていうものがありまして、本当に存在してそうな獣たちっていうのを形にすれば一歩踏み込んだ見方をしてくれるのかなと思って。作り物ではなく命の鼓動すら感じさせる獣。そのカタカナ3文字に込められた自身のアートに対する思いとは。美術作品っていうよりかはやっぱり何度でも会いたくなる一つの存在としてどう表現できるんだろうっていうものをずっと意識はしてますね。本当にただ獣だけ作って終わりではなくて、獣が存在するのもやっぱ人間がいてからこそ存在するものですので、まあその獣と出会った人が生きてるであろう血の気というものを感じていただけるように考えています。見たいではなく会いたい作品を、そんな愛にあふれたアートを目指す獣美術作家堀本達也の未来とは。本当に自分の表現している獣っていうものがカタカナの獣として正しいのかっていう疑問だったり不安だったりっていうのは常にあるんですけども、まあ逆に言いますと、そうやって人によって姿形が違うからこそいいものでもあるかなとも思いまして、生涯テーマとしてとてもいい出会いをしたかなっていうのは思ってます。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は画家高橋智弘のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。